新宿の歌舞伎町はどんなイメージですか？最近外国人観光客に大人気になった場所です。今日は皆さんをこの場所へ連れて行きたいです。皆さんこんにちは、ラナです。私は今歌舞伎町にいます。今日は一人ではなく、とても大好きなアンナさんに来ていただきました。こんにちは、久しぶりです。そう、アンナさんを知ってるの方が結構多いと思います。知らない方もいるかもしれません。ぜひアンナちゃんの YouTube チャンネルを検索してみてください。ぜひぜひお願いします。私はリンクを貼っておきます。 ありがとう、はいはい、アンナさん、はい、歌舞伎町にいたことありますか？ですね、歌舞伎町はこうやってプライベートでブラブラするのは初めてです。あまりないですね。撮影で、まあ、2回ぐらいちらっと撮影に来て、ちょっと撮影して書いたっていう感じはあるんですけれども、あまり来たことないです。私も同じ撮影現場で2回。そうあんまり機会ないな。なんか結構わからないですね。でもゴジラもいますね。すごい大きいね。私は普段ここはあまり行かないです。だからその治安がちょっとあまり良くないっていうのを聞いたことがあって、あとその道あまりにもわからないので結構ごちゃごちゃしてる。2人だから全然大丈夫で、日本だから本当に安全です。あまりないと思うんだけど、でもなんか面白い。でもお店もすごく美味しそうなのたくさんありますね。お腹空いてるんですか？あ、私いつでもお腹空いてる。今日は紹介したいのは、皆さんご存知かもしれませんが、歌舞伎町タワー、ちょうど開業、今年開業しました。新しいビルです。今はこの場所は本当に外国人にとっても人気があります。アナさん、一つ質問があります。聞かな教科がもらえましたか？難しい言葉は聞かな教科。そうですね、今はですね、まだ手続き中で、なんですけれども、先日いいお知らせが来て、その手続きの流れで離脱しなければいけないんですけれども、なので法務局からはその離脱してくださいっていう指示が来たので、まあいよいよその離脱書を提出したら、そしたら多分その教科がやっと降りることになるのかなっていう感じです。おめでとうございます。なので、まあ、メインのその一番心配してたところというか、そういうはい、もう大丈夫、まあ大丈夫そうかなって。なので次はそのウクライナの国籍を離脱しなければいけないから、その手続きは終わらせてて、で一息でやっと日本人になれるかな。わー、おめでとう。日本の国籍になるのかな。はい、おめでとうございます。本当に、いやでもまだおめでとうじゃないので、その本当にパスポート手に持ったらその時におめでとうっていう、ね、その時どこを載せてください。OKOK、もちろん全部のステイバイステップ、そう、すごい皆さんが応援してくれているので、もう待って待ち遠しいことです。はい、あー、よかったです。アンナさん、それ、うわ、見たことある？ないですよ。だって初めて、あんまり来ないし、歌舞伎町タワー。私本当に遠くから見ましたけど、そんなに近く初めて。なんかお城みたいというか、なんかそういう白いのなんて言うんだろう、ペンキかかってる感じ。氷。そう、なんか寒くなって氷かかっているような窓。アンナさん、はい、ワクワクドキドキしています。もうなんかここからチラッと見てるんですけれども、すごい綺麗、ここは何っていう感じ、テーマパークみたいな感じですね。そうですよ。でも本当に日本の祭りテーマとして、皆さん見てください。
歌舞伎町の次世代エンターテインメントフードホール、祭りをテーマに食と音楽と映像が融合した全10店舗の食祭町。北は北海道から南は九州、沖縄、お隣の韓国まで各地のソウルフードが集結。毎晩さまざまなパフォーマンスやイベントを展開します。東北のメニューで、それぞれの地方のメニューがあって、こっちが横浜の中華の中華で、こっちが北海道海鮮とか、こっちも海鮮はあるんですけど、北海道の食材とか、そんなそれぞれの食材がいっぱいあるんです。アナさん、印象を教えてください。なんかすごい楽しそうですね。で、まあ、そのいろんな地方の料理が並んでるから、結構1回だけでじゃあ来ても済まないので、何回か来ていろいろと試して食べたいなっていうところですね。そう、楽しい。なんかその雰囲気もすごく楽しくて、そう、皆さん、私本当に思ったより雰囲気が多分10倍そうそうそう、なんかどこのアニメにいるような感じかな。そう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 、あとすごい日本の祭りとか似てるのような、そうですね。オッケー、アンナさん、今日何を食べたいですか？でも、せっかくだから、まあ、和食。和食。何か北海道かな。そうですよね。大阪県もあったんですけれども、その、なんだっけ、お好み焼きとか、そうあと、串揚げとかあったんですけど。あと九州も、九州料理もあります。うどんもあったな、うどんもあったな。アンナさん、なんか全部でもそろそろもうお正月ですね。そう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 、冬食べちゃいけない。だから本当に冬で一番行きたいのは北海道に行きたいです。あ、行きたいですね。でしょ、行きますか？そんな気分ならないですか？あるある、スキー場にとか。もういいですね。 OK、 スキー場に行きないけど、今日は、今日はじゃあ北海道行ってみますか。北海道料理、はい、食べましょう。 OK 行きましょう。あそこに何か見えてくるんだけど、そのオブジェは何ですかと思った。何かゴミの山みたいな。ちょっと待って、それは何だろう。その地球はどれだけ汚れているなのかっていうやつっていうもの。なんか書いてあるね。まあ多分ゴミ問題のあれなのかな。ああ、多分そう。なんかよくわからなかったんですね。そう、でも面白い。面白かったです。 OK、 食べよう。 OK、 食べよう。どうも、すごく美味しそうですね。なんかこの海鮮丼、海鮮丼は美味しい。食べたい。あとこれも美味しそうだし、わーすごい。ではどうしましょう。なんかメニュー先ほど見たんですけれども、もうなんかその海鮮も美味しそうだったし、たらこバターおにぎりも美味しそうだったし、あと雑炊とか、あとチャパンとか、もう何か全部何でもかんでもすごく美味しそうだったから。美味しい美味しい。アナさんは普段は何食ですか？3食です。ああ、3食。うん、あ、私2食。おお、何時と何時に食べますか？私朝、ブレックファスト、夜だけです。夜。あ、そう。お昼は食べない。食べない。珍しい。はい、だから今日珍しくて食べる。あ、そう。あまりラーメンも朝食べなかったから。ラーメンも。ラーメン。刺身を食べたら、私絶対刺身。だから丼か、まあそのお寿司セットにして、でプラス雑炊か。なんかすごいびっくりしてる。食べるよ。なんかいろいろそう食べたいの。ガロガロ。これもちょっと食べて、これもちょっと食べて。少しずつ。で、そう。はい。なんか私質問が来ますね。また来ます。そう、初月も、なんか予定とかないです。ない？ないです。全然ないです。いつもうちでゆっくりしてます。
あ、そばを食べる。そう。あんまり、うん、普通にちょっと豪華な食事を食べて、うん、で、あの、はい、その次の日はお雑煮とか食べてゆっくりしてる感じですね。そば？そばを食べる？そばは、うん、食べますかな。食べなかったり食べたりしますね。今年食べようかな。私日本のシュガーツールだったら必ずそばを食べますか。うん、朝？夜？あ、夕方。ああ、夕方。大体料理作るのはそのローストビーフとかチキンのオーブン焼きとか何かそういう中継作って、お正月、あ、おみそか、うん、あ、おみそかって言うんですよね。そう、おみそか。これ違う、クレですよ。31日はクレっていうんですよね。おみそか、おみそかは1日なんですね、きっと。だから、あの、おみそかですよね。皆さんぜひコメントください。そう、ちょっと悩んでました。何言ってるんですか。2時あと、うん、お寺行かないです。でも、で、今年は行こうかなっていう感じではあるかな。うん、ただ、まあ、ちょっと混んでいるから、うん、でしょうかな。私、いつか2年前、夜中に外行って、本当にびっくりした。うん、人がいっぱい、すごい人がいっぱいし、うん、そう、本当に にぎやか、うん、気持ちよさそう。だから私だいぶこう早めに寝る人なので、結構12時、ちょっと待って、12時なのは乾杯しない。ですね、もうギリ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 、まあ、なんとかその12時まで待って、で12時になったらもう眠いなったらもう乾杯して、はい、おやすみ。そう、そう、わー、皆さん見て来ました。来ました、ファイトみたいに。そうですね、美味しそう。美味しそう。ウニがいかがですか、アンナさん。とても大好きです。うん、ウニがすごい好きです。私本当に最近ウニが好き。あ、本当ですか。そう、もう日本の食も全部好き、全部好きになりました。あ、ごめん、納豆まだまだ。なんかきっかけとかありましたか、そのウニ好きになったきっかけ。あ、美味しいウニを食べたら、あ、美味しいなと思った。そう、美味しいと思った。皆さんいただきます。いただきましょう。カニスープ、カニスープは最高です。皆さん見てください。大きいね、こちら。おにぎり、おにぎり大きいですね。美味しそう。本気早く食べたいです。はい、食べたい。アンナさん、いかがでしたか。はい、楽しかったです。ありがとうございます。なんか外を歩くのも面白かったし、あと中でこの素敵なテーマパークみたいなあのフードコートで食べられて、とっても楽しかったです。あと美味しかったです。本当に美味しかった。北海道料理ちゃんとおすすめです。